この模型棚は、はい、テーマは何でしょう。このゼロ系新幹線が登場した昭和39年にちなみましてですね、その前後の時代を走ってた、四国の列車、そういうテーマによっていろいろセレクトしていきます。約一月半、いろんなところを苦労しまして、できと言いますと、やっぱりうちの技術人、よく頑張って作ったなと、ゼロ系新幹線のイメージ、なんとなく分かっていただけるのかなと、海洋道の帯トレイン、それから四万十六湖、3つ目としまして、この鉄道帯トレインができました。淀線三兄弟と命名しまして、3つの車両をお互いに乗ってみたり、撮影したりして、地域の中でこの車両が愛されるように取り組んでいきたいと思っています。